自分たちの思い通りにならない時間が最後あったというそういった点でしょうか。そうですね。さあ千葉は勝てば21試合ぶりとなる J1 参入プレーオフ圏内に潜り込める可能性があります。同じことを考えられれば何でもいいと思うんですけど、ね、はい、ちょっとつながりが田口からニアサイド押し込むんだ。これはゴールインです。最後は西久保でした。プロ初ゴールが先制です。千葉が先制。5人ぐらいいましたよね。このフリーになるために、ええ、この1個フェイントを入れて相手をずらしておいてフリーになるためのあのブロックがどっかで入ってると思うんですけども、千葉の選手は全員が壁になります。今ペナルティーアークのところで高木がフリーですね。あ、そうですね。直接行って狙ってきた。島田大きくガッツポーズ。新潟同点。あの角度から直接行きましたか。は考えてないですね。このキックはもうこの軌道でボールをこの強さこの軌道で蹴るって決めて、はい、誰かが触ればラッキーぐらいの。2年前には強烈なフリーキックも決めています田上。助走をつけて打ってくる。これはキーパー新井翔太弾き出しました。迎えられるでしょうか。島田が入れていきます。飛び込んでいく。叩きつけた。最後藤原でした。藤原にはマークがついてないんですよね、はい、何人かのマイケル。どこを狙うでしょうか。またどこにボールは落ちるでしょうか。中央こぼれ球シュート。これが相手に当たってゴールインです。千葉が勝ち越しました。シュート放っていったのが秋山。マーク次のボールの中にいる選手へのマークが少し薄くなるところそこが結果的にはラッキーな形になりましたよね。このシュートが非常にグラウンダーで良かったので誰かに当たればで、はい、あ桜が島袋これはゴールライン割りました。ここで試合終了の長いホイッスル。勝ちましたアウェーの千葉。